こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さんこんにちは、ひでチャンネルです。今回はイラストワンポイントアドバイスということで、セスさんに添削依頼をいただいたこちらのイラストを添削していってみたいと思います。はじめまして、いつも動画を拝見しております。俯瞰の体と頭部がうまく描けず悩んでおります。添削していただけると幸いです。こちらのイラストなんですけど、浴衣の模様など細部にわたって綺麗に描かれていますし、光の当たり方なども印象的で非常にうまく見えますよね。ただ、実はこのイラストの中に初心者の人が非常によくやりがちな矛盾した描き方で描かれちゃっている部分があるんですけど、皆さんはわかりますでしょうか？これ意外と気づかないうちにやっちゃうので本当に注意してほしいんですけど、これをやってしまうと絵を見る人に違和感を与えてしまって、せっかく頑張って描き上げた絵が台無しになってしまうんですよね。ということで今回は上から見た人を描くときに注意すべき落とし穴について、こちらのイラストを添削しながら解説した動画をお届けしていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただければ、初心者の人がよくやりがちなキャラクターがおかしく見える、ついやってしまう落とし穴がわかると同時に、どういったことをやればキャラクターをどんな角度からでも矛盾なく描くことができるのか、その描き方とコツがわかっていただけると思いますので、キャラクターイラストをいろんな角度で描きたいけど違和感が出てしまって困っている方、今回添削するこのイラストのどこに矛盾点があるのかを知りたい方はぜひ最後までご覧ください。イラスト添削のご依頼はオンラインサロンの他にセッサというサイトでも受付中です。優先してイラストを添削してほしい方は概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。またこのチャンネルでは、これからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いします。今回の動画はライブ配信の切り抜き動画となります。音声が聞きづらい部分があるかもしれませんがご了承ください。それではやっていきましょう。はじめまして、いつも動画を拝見しております。俯瞰の体と頭部がうまく描けず悩んでおります。添削していただけると幸いです。ということで、皆さんこちら見てどう感じますでしょうか。俯瞰である、要は上から見た絵を描きたいと、まあ人間がいる、まあこの人を上から見たように描きたいとした時に何が必要なのかっていうと、立体で物を捉えるっていうことが必要になってくるわけですね。まあ当然体に厚みがあるわけなんで、この人真横から見た時に厚みがあると、まあ腕棒ですけど厚みがあるわけですね、体に。これを考えてあげる。三面図なんでこれだけじゃダメ。上から見た図、上から見た時天面がここにあるわけですよ。箱で考えるとね、立体って分かりやすいと思うんですけど、そうするとどうなるのか。縦にパースがついている、平面がまずあるとしましょう。ここに奥行きがあると。こういうボックスがある。まあ実際にはこの辺かもしれないけど、もうちょっとまた下上にしよう。6等身である。1、2、3、4、5、6の頭がこんぐらいである。で、ここがまた下なんでね。こうなって。で、また下から足の下までの真ん中あたり。膝下がくっと。で、ここ、かかとね。で、足は前に出てて。この一番手前の面に入る人。まあこうなるとしましょう。これだけだと平面的な人なの。奥行きが必要な。これちょっと奥行き取りすぎましたけど。奥行きが人間ってあるわけですね。この奥にずっとアイレベルに向かってパース線が入ってるでしょう。体ももちろん厚みがあるんで、ね、厚みの分奥行きがある。各パーツ、奥行きがとにかくあるって意識が欲しい。肩の奥行きがあると。さらに言うとですけど、人間って四角くはない。丸みを帯びている。まあ、例えば胴体だったら、筒状である。で、この筒状のカーブを描きたい。このカーブ、どうやって描くのかなんていうふうに思いますけど。まあ、筒がある。アイレベルが、じゃあ、例えばこの辺だったとしよう。自分家でコップとかさ、ペットボトルなんか見てもらえばわかりますけど、上に向かうと、こういう感じに見える。下に向かうとね、この筒が、こういう回り込みがついて、どん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 下に行くほどこのカーブが強くなって。コップなんかもさ、正面から見たコップがあるとき、アイレベルはこの辺で。ね、両方面が見える。これが、アイレベルがちょっと上になる。そうすると、上の面が見える。ね。これが、もっとアイレベルが上になってくると。こう、縦のパースがついてきて、もっと上の面が見えてくるかもしれない。さらに上から見たとき、もっとこの上の面が見える。で、最終的に真上から見たら、ただの丸に見えるかもしれない。
だから体も今四角いボックスで描きましたけど、ラッピングライン、丸の回り込みがどのぐらいのカーブで見えるのか考えられるといいというふうには思います。そしてこのカーブの角度が強ければ強いほど、まあ要は上から見れば見るほど面の広さが広く見えると。そうした時に今度は逆に上が広く見えれば見えるほど正面の面が狭く見えていくよっていう話。ここまで OK ですか？これは当たり前のことを言ってるように聞こえますけどね。まあそれを踏まえてだ、こっちの絵を見ていきましょう。この人何が気になるっていう話なんですけど、この人頭がここにあるわけなんですけど、この上の面をこんだけ広く見せている。つまりこれコップで例えるとこの面が大きく見えている状態ですね。この面が非常に広く見えているにもかかわらず、こっからここの長さも長く取っちゃっている。だからおかしく見える。さっきも言ったけど、ここの面が大きく見えるんだったらここの面は小さく見えなきゃいけない。逆にここの面を長く見せるんだったらここの面が短く見えなきゃいけない。だからこの人どういうことになってんのかっていうと、真横から見た時に顔がほぼ正面っぽく見えているにもかかわらずですけど、頭の上の面もしっかり見えている。つまりこの人はこういう四角いボックスに収まるような頭じゃなくて、正面も見えてるし上の面も見えてる、こういう頭の形の人になっちゃってるってことなんですね。俯瞰で描きたいから頭頂部は見せたい、だけど顔も見せたい。これが矛盾しているということなんですよ。だから顔がほぼ正面向いてる顔なんだよね。上の面がこんなに見えないと。だからこのボックスが変な話これぐらいなんじゃないかな。なのにこの絵を見てるとこのボックスの上の面がものすごく開いて見える。つまりこういうボックスになっちゃってるってことわかりますね。本来この赤線で描いたボックスが90度の四角いボックスだとしたら、頭頂部をしっかり見せたいがばっかりに上の面が三角屋根になっちゃってるってことですね。ここがこの絵の最大の矛盾であると。だからどっちかな。顔を見せたい絵であれば、考え方としてはまず横図で考えてみましょう。カメラが上から見ている。で、顔はカメラの方向いてる。なのに俯瞰だからって頭の上の面が見えてるんだっていう意識があるからおかしなことになっちゃう。こういう頭になっちゃう。つむじが見えてなきゃいけない。俯瞰だから。そうじゃない。顔を見せたいんであれば顔はカメラの方向いてるんだから俯瞰で描く必要ない。正面向いた顔でいい。カメラの方向いてるんだったらね。で、体は正面向いている。だから体は厚みがしっかり見えてなきゃ困っちゃう。でもこの人ってさ、顔上向けてるわけでしょ。頭の面をね、俯瞰だからって見せなきゃいけないっていう考え方はしなくていいですよっていう話です。うん。描く前にどっから見ててどの面がどっち向いてるのかっていうことを考えないから変なことになっちゃうよっていう話なんですよ。俯瞰イコール上の面が見えるっていう固定的な観念で描いてるから、なんとなく上の面を広く取んなきゃいけないんじゃないかという風にして頭がやたら縦に長くなっちゃってる。蓋が開いちゃってる。はーいっていう状態になっちゃってる。だからなんかおかしくなるんじゃないかという。まああとはこれ見てもらえばわかりますけど、単純に形が崩れてるっていう。ここにこう輪郭があるわけでしょ。この輪郭がこうなっちゃってるね。ぬらりひょんみたいになってるってことですね。この人の頭がね、こういう状態になってるってことなんですよ。こんなんじゃなかったか、なんか違うな。とにかく後頭部が異常に長い人になっちゃってるよっていう話です。てか少なくとも僕にはそう見えるっていう話です。でもう一点おかしいと思うところが、それはこの腕です。何がおかしいんでしょうか。手を手前に持ってきたいのかな、顔の横に持ってきたいのかな。この手がどっちに持ってきたいのか曖昧なんですけど、この手もっと手前に来てほしい気がするんだよね。立体で考えるとこのラッピングラインがこうなってるから、これをこうしてこっちの肩が前に出てるように描いてあげるだけでまた感じが変わってくるんじゃないでしょうか。で、この指手前に見せたいのであれば手の角度を考えましょう。この指付け根どこになってんだろう、ちょっと怪しいですよね。手を描くときには手のひらの向きがどうなってんのか、そして指が
どっから生えてんのか、そしてそこに指を書き足してあげるように書いてあげないとおかしなことになっちゃうよっていう話で、こういうような考え方だろうと。この指の向きどうしたいのか、こっちに指をこう立てたいんであれば手のひらがこっち向いてないとおかしい。でも手のひらこっち向けると今度腕がこっち向かないといけないんで、できなくはないけど自然なポーズじゃないよねっていう話になってきちゃうのよね。まあそういうことでございますんで、ちょっと書いていってみましょう。顔はだからこのまんま使っていいと思うんですけど、この頭のラインがこのまま拾っていくと頭がこっちにすごく寄った人に見えちゃうんですよ。目の配置の問題かな。鼻と正中線の兼ね合いでちょっとこんぐらいにしたい。この目の位置がさ、ここに来てくれるとバランス取れるんだよな。それで髪の毛のバランスこんぐらいでちょうどいけそうだな。まあこのキャラクターが誰かは存じませんが、まあ目はこのままほぼほぼなぞっていっちゃっていいかな。目頭の部分がずれすぎてる気がしますが、まあこの辺にしてあげて、で口も正面向いちゃってる気がするんで、こっち長め、おお口が来てるってことですね。こういう感じで口が立体として入ってきてほしいと。でこの眉毛ちょっとこう前に出す感じにしてみて、この手なんですけど、この指基準で描いていきます。だとしたらもうちょっと手大きめに欲しいな。で脇開きすぎな気もするけど、そういうポーズ取れないことはないと思うんで、ただ腕ちょっと前に出しててほしいな。でこっちの肩下がってるんで、まあ、つまり胴体としてはこっち側が面が見えるような、そういう向きでやっていきたいと。ここに首がこうついているとしたら、こういう僧帽筋の斜めのラインが欲しいんで、まあ、あんま四角く描きすぎない方がいいかな。でまあ体のラインに関しては着物なんでストンと下ろしたい。まあこれもよく話しますけど、胸が晒しで抑えると思うんですけど、こういう着物を着る場合にしても、やっぱ人間の胸郭ってこう前にね、こうね出っ張るのがセオリーである。そうすると上から見た時にここの面が広く見えるわけですね。これは実際にはそんな風に見えないよって思うかもしれないですけど、まあ演出として。で肩こんぐらいにしましょう。で腕縦にこうパースがついてるんで、これだとね横に開きすぎな気がします。もうちょっと手前で、でそこに振袖が入ってきて、袖口がまあ重力で下に下がりたいんで、こっち向きに下げたいなっていう気がしますね、っていう感じで。で前髪のつむじがだから、ここが正中線でここが頭のトップになるんで、エリア分けとしてはこういう頭があってですね、ここにこういう髪の毛が入っていると。ここが前髪の部分、こっから髪がこう生えてるっていう意識でね描いていただきたいんですけど、でここもみあげの毛が耳に引っかかっている。でここに髪飾り的なのがありますね。で前髪っていうか、このサイドの毛かな、これここのボリュームが足りないと。でここはちょっとシワが寄っている感じと。うん、だから体のプロポーションというか感じとしてはそのまんまでも違和感ないと思うんですけど、頭と腕のバランスが微妙な気がしたので直しましたとさ。で手をちょっと前に出しました。この手がどういうポーズなのかよく分かんなかったんで、あともう一個この絵を俯瞰っぽく見せなくしてる要因としては、この背景ですね。背景が平面的になりすぎてる。イメージ BG だとしても、パース感に合わせたイメージ BG をつけてあげた方がいいんじゃないかな。この角度から背景見たら床が映ってるはずなんで、床のパースに合わせてこの円形のイメージ BG を撮ってほしいなっていう。ということで、まあちょっと軽くペン入れしていってみましょうか。まあストレートに物を言っちゃうと、土台の部分しっかりさせてほしい。色塗りとかさ、光の感じとかね綺麗に入ってるんだけど、まあ浴衣の模様とかこだわって描いてるけど、そういうのって浴衣の模様なんか特に誰が描いたって一緒じゃん。アシスタントに描かせたってさ、別に模様描いといてって家描いてくれる。こだわりたい気持ちもわかるよ。
で、言い方がすごい悪くなっちゃうけど、全体のバランスうまく取れない人に限って、その浴衣の模様とかさ、光の感じとかにこだわりがちなんだよね。ひどい言い方だよ。でもそうなのよ。細部に気を取られすぎて全体がおろそかになっちゃってるっていう人がね、結構多かった。色使いとか光の感じとかさ、そういうことも大事なんだけど、まずやっぱ基礎が徹底してできているっていうことが大前提になってるんで、細部にこだわるのは基礎ができてからと、僕のチャンネルを見てくれてる人にはおなじみの言葉で言うと、浴衣の模様をきれいに描けたでしょうとかさ、光の加減いい感じに描けたでしょうっていうところにばっかり目がいっちゃうってことは、うんこに香水かけてるようなもんだと。いくら表面的な部分を取り繕っても、やっぱり基礎ができてないといいものにはならないと。ああ、いいっすね。名言いただきましたね。うんこ磨きしてしまって、それいいな。名言ですね。皆さんもひょっとしてうんこ磨きをしていないだろうか、なんてことを意識しながら、やっぱまずは基本的な部分が書けるってことが大事なんじゃないっていう。まあそんな感じでござんしょうか。感が苦手ですっていうよりも、カメラが上から撮ってる時に顔はカメラ目線になってんのに、頭の上のこの部分を俯瞰だからって描かなきゃいけないと思っちゃってるから、なんかおかしな感じになっちゃってんじゃないっていうのが一つ原因でしたね。あと手もちょっとカメラの方に上げましたなんか手大きく描きたいんだろうなっていう感じがあったんで、カメラに向かってちょっとだけ手を伸ばしてる感じにしてみましたが、そこはこの絵を描いてくれた方本人にしかその意図が分かんないんで、違ってたらすいません。結局どういう意図でこの手をこの位置にしたいのかっていう、これが手を顔の横に持ってきてるんだったらまた話が変わってくるしさ、その辺はもうこの情報から汲み取れる範囲でしかできないんでね、申し訳ないですけど。そしてまあ BG が入るんだったら、地面が見えてる感じのイメージ BG にしてあげた方がいいかなっていうところですね。元の絵見てみると背景が起きて見えちゃってるんで、俯瞰っぽく見えない。背景だけ見ると正面から見た背景っていう風に見えるんでね、そこがやっぱ俯瞰っぽく見えなくなっちゃってる原因ではあるんじゃないかなっていうのもね、一つありますっていうところで、簡単に色塗ってみましょうか。簡単にざっくりですけど見ましたが、まあちょっと総括していってみましょうか。このイラスト何がおかしいのかっていう話を最初にしましたけど、まず気になるところとしては、上から見た時この点面が広く見えて正面の部分が狭く見えていかないといけないよっていう話をしたんですけど、元のイラスト見てると上から見てなきゃいけないから点面を広く描かなきゃいけないっていう風な意識が働いてるにもかかわらず、顔の面も広く見えちゃってる。こっちの面も広く見えてるし、こっちの面も広く見えてる。正面はこの見え方、上の面はこの見え方になっちゃってるじゃないんでしょうかっていうお話をしましたね。だから頭の蓋が開いてる状態になっちゃってる。まあそこを中心にね、添削させていただきました。あと手もちょっとおかしかったんで、手の瓦と指がどうついてるのかっていうのを考えて書いていただいた方がいいとは思いますが、ということで、まあそれを踏まえてですね、添削した結果ですね、下書きから線画としてはこんな感じになりましたということで、で背景もこういうパースがあるっていう意識をしてもらってですね、こういうパースに乗っているっていう意識で描かないと、元のイラストの絵だとどうしても正面から見た背景に見えちゃうのよね。まあこの角度から見たら地面が映るだろう。まあそれを踏まえて地面の感じをつけてあげてほしいということで、こんな感じで描いてみました。ここに影をこう入れ込んで、これも何の影だかわかんないですけど、
ここに影入れ込むってことは、ほぼほぼこっちから光が当たってなきゃいけない。何の影なんだろうな、これ。この人ももし影だとしたら、ほぼ正面から光が当たってるってことになっちゃうんで、光がこっちから当たってるんだったら、光の当たってる方向と逆の方向に影が伸びるっていう意識で描いていただきたいというお話でございました。まあ、ということで、一つよろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか。ということで今回はどんな角度からでも矛盾なく描くコツについてお話しさせていただきました。こちらの動画も一つの参考にしていただければと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。またひでチャンネルオンラインサロンでは、平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵かき仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。